皆様、いつもご視聴していただきありがとうございます。気になるニュースを紹介しています。かずみです。慶国の国会でものすごい法案が発議されて話題になっています。法案の内容は、結論から言って偽りマルシによる偽りマルシのための法案ってところでしょうか。これが通るとかずみも訴えられちゃうのかな。記事のタイトル、与党慰安婦関連団体の名誉毀損禁止法を発議、ユン・ミヒャン議員も参加。慶国メディアの記事を紹介します。共に民主党が日本軍慰安婦被害者関連団体の名誉毀損を禁止する内容の法案を推進していることが分かった。正義記憶連帯正義連の後援金を流用した容疑で起訴されたユン・ミヒャン議員も法案発議に参加した。このような事実が23日伝えられ、野党では正義連批判処罰法を作るのかという言葉が出た。民主党のインジェグン議員は13日、日程下日本軍慰安婦被害者の保護支援及び記念事業などに関する法律の改正案を発議した。被害者や遺族を誹謗する目的で慰安婦被害者に関する事実を託し示したり、または虚偽の事実を流布し、被害者や遺族日本軍慰安婦関連団体の名誉を毀損してはならないという規定が新設された。被害者と遺族だけでなく関連団体の事実託し見せまで禁止したものである。また虚偽の事実を流布した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処するとした。新聞メディア出版物だけでなく討論会懇談会記者会見集会街頭演説などでの発言も処罰対象に規定された。ある議員は、最近国内外で慰安婦関連の歴史を公然と否定歪曲し、被害者を侮辱して名誉を毀損する事例が発生している。このような行動は被害者にとって深刻な精神的被害と苦痛につながると改正の理由を説明した。しかし野党では、各種不正疑惑が出てきた正義連を批判できないように締め付ける法律ではないかという反発が出た。諸国黒書の著者である会計士のキム・ギョンユル氏はこの日 Facebook に、事実を指摘しても正義連の名誉を毀損してはならないということねとした。特に正義連理事長出身のユン議員も法案発議に参加したことから議論が高まっている。ユン議員は2011年から昨年まで慶国挺身隊問題対策協議会の代表者と、その後進である正義連の理事長を務め、慰安婦被害者のための支援金など1億ウォン余りを個人用途で使用した疑いを受けている。また政府や自治体を騙し補助金3億6000万ウォンを受け取り、地方省のキルおばあさんに7920万ウォンを正義連に寄付贈与させた疑いも受けている。これを受けて民主党内でもユン議員を除名しなければならないという声が出てきたが、当時チャン代表をはじめとする党指導部はユン議員を擁護したことでうやむやとなった。ユン議員は結局党籍を維持したが、最近の国民権益委員会の不動産全数調査の過程で登記疑惑が出て党を除名されたと伝えています。この報道を受けて慰安婦のおばあさんイ・ヨンスさんが中央日報の電話取材で、ユン議員が発議した議員に含まれたことに対してまだ自分の罪を分かっていないと話していたそうです。さらにインタビューの内容はエスカレートしていまして、私はこれくらいになればそろそろ分かるだろうと思って、それ以上は黙っていました。ところがなぜこのような行動をとるのでしょうか。とてもとても腹が立ちます。ある程度なら我慢もしますが、これはひどすぎるのではないですか。普通の精神状態ではありません。自分の罪を分かっていません。また自分は避けようと、自分だけは助かろうとしているのです。あれだけやってもまだ足りないなんて、おばあさんをないがしろにして騙してまた騙しています。いけません。これは許せません。これではいけないと誰か早く教えてあげてください。イさんはいけない、これは許せないという言葉を数回繰り返して、血圧が高くなって体が辛いと言ってため息を吐いたと答えていたそうです。
このおばあさんも相当虚偽の証言をして日本を貶めていた挙句、トランプ前大統領に抱きついたりして期待のエセ女優かと認識していますが、こういうのはなんて言ったらいいのでしょうか。その手の世界ではトップクラスの戦いを繰り広げているのでしょうか。未だ雲隠れしている都議なんて赤子同然のレベルですね。それでは警告の反応を紹介します。狂ってるな。おばあさんの財物を奪い取った偽りマルシを擁護する法律だと、その偽り師をかばう共に民主党はその偽り師からどれほど大きな恩恵を受けたのか気になる。一体このような法案を発議する真相は何なのか。いくら味方が大事だとはいえ、国民が目を見開いていることを知っていながら、どうか次の選挙ではこの狂った共に共産党に一票も与えないようにしよう。あそこの夫婦を早く逮捕して、つまる意行為を取り調べ、直ちに北に強制送還しろ。あれが大系民国の国民なのか。やることが北と少しも変わらないね。あんなのが再執権するだと、考えただけでもゾッとするわ。必ず追い出さなければならない。早く政権を変えなければならない。国民のことは最初から眼中になく、自分たちの責任逃れしか考えていない。このような独裁は過去にもなかった。現政権に対する反発の意見が圧倒的でしたね。それにしてもおばあさんの証言に対する意見はなく、おばあさんイコール正しいの意識が根付いているのですね。教育の恐ろしさを痛感させられます。それでは日本の反応を紹介します。ほっとくとトモ食いを始めるクリーチャーたち、これは可決して警告社会に広めてほしい。それでもムン政権は支持率 40% で安定とか、笑い。さすが優秀な人たちですね。日本では絶対無理だわ。被害者関連の名誉毀損を禁止とすればよいのに、あえて団体としてあるあたりにはさすがの現地民も疑問を抱くか。まあムン様が通しちゃうんですけどね。どうせ次の選挙で負けたら全員国民情緒法で吊るし上げなんやから無駄なあがきやな。仲間割れは本当に草。軽国人はおばあさんがかわいそうとか言うけど、甘い蜜吸いって保護されてきたおばあさんが自分が一番上だと思っていて、何もかも施されるお姫様気分だったのでは。ちょろまかされてざまあとしか思わない。騙し合いとして韓流で映画化してみたらどうだ。いつも楽しいものを見せてくれてありがとうございます。次は野党議員を全員逮捕する法律ですね。確かにドラマ化して恥の上塗りしてしまうのが明暗ですね。売りならファンタジー炸裂でドロドロな展開にはもってこいです。まだ発議した段階ですが、この法案は本当に可決されるのでしょうか。今後の展開が気になりますよね。皆さんはどう思いますか。今回の動画は以上です。面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価の応援をお願いします。それでは、また次回、お会いしましょう。